ホイヨン日本のおかしなところについて教えてください。わかりました。今回はホイヨン日本の変なところを、独断で作ったランキングで紹介しましょう。まず第4位、なんかでかい離島です。クリックしやすさのためだとは思いますが、硫黄島に至っては四国の半分くらいの面積にされてます。続いて第3位、ガバガバすぎる高信越です。山梨と長野、新潟の総称なはずですが、メインは石川と福井となっていて、信州の一部しか含まれておらず、貝と越後は含まれていません。続いて第2位、なぜか中核州ではない南鳥島と、なぜか中核州のサイパンです。48個目の都道府県、サイパン県なんてありましたかね。最後は第1位、支持率 100% のファシスト政党、大西翼3回とその党首広人です。なんか突っ込みどころ満載で言いたいことはいろいろありますが、どうしてこうなったんですかね。